ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、過去に紹介した怖い話の中から、狐にまつわる話をまとめて紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、当チャンネルの怖い話をより楽しんでいただけるメンバーシップの会員募集中です。詳しくは概要欄をご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回の動画は、以前紹介した狐にまつわる話の中から18本をまとめたものだ。狐の話って、いい話とか、怖い話とか、いろいろあったよね。でも一番は、やっぱりあの話よね。どの話かはわからないが、入ってるといいな。それでは聞いていただこう。クズハ。もう、かなり昔の話なんだけど、俺の家は昔、珍しく狐を飼ってたんだ。家はかなり田舎で、近くに野生動物がたくさん住んでた。んで、ある日、じいちゃんが狐の子供を拾ってきた。どうやら親が死んでそばにいたのを、かわいそうに思って連れてきたらしい。それで、飼うことになった。母ちゃんは嫌がってたけど、ちゃんと病院に連れて行って、寄生虫やらなんやら検査もした。名前は、クズハってなった。命名は、中二病をこじらせてたばあちゃんで、安倍の生命の母親の、陽子のクズの葉から取ったって言ってた。まあ、メスだったし、意外と知られてないけど、狐って人にめちゃくちゃ懐くんだよ。家族全員で、そりゃ可愛がったな。かなりバカだったけど、それでも、学校から帰ってくると、花をふんふん言わせてすり寄ってくるクズハは可愛かったな。そして、俺が17歳の時にクズハは死んだ。去年10歳、本当に悲しかった。人生初の家族の死は、精神的にもかなり来た。家族全員、かなり落ち込んだな。でも、そこでも中二病全開のばあちゃんは、クズハを稲荷神社に連れて行こうって言った。で、稲荷神社の神主さんに、無理言って埋葬してもらった。めちゃくちゃ嫌がってたけどな。ばあちゃん曰く、これでクズハもお稲荷さんになる修行を始められる。家から神様が出るんや。って言ってた。悲しかったけど、俺もこれで結構踏ん切りがついた。心の中で、お稲荷様になる修行、頑張れよって思った。まあ、バカ狐だったけどな。それから時間が経って、俺が大学生の時、当時一人暮らしをしてた俺の夢に、ある日クズハが出てきた。相変わらず俺の言うことを何一つ理解しないバカっぷりだったが、一緒に遊んですげえ楽しかったな。お前、ちゃんと修行してんのかよ、とは思ったが、起きた時、あれが夢とは思えないほどリアルな夢だった。しかし、最悪なことに、起きた時、ものすごい倦怠感と吐き気、頭痛に襲われた。そりゃもう、立ち上がれないほどの、しょうがないので、救急車を呼んで、緊急入院。ほんと、何しに夢に出てきたんだよって思った。入院して、二日目ぐらいだったかな、だいぶ体調が良くなった時、医者が俺を呼び出した。行ってみると、微妙な面持ちで、先日の突然の体調不良の原因はわかりませんが、精密検査の結果、もっと大変なことがわかりました。腎臓に癌を発見しました。本当に一瞬、え？ってなったけど、詳しく話を聞くと、腎臓に、上初期段階の癌を発見できたらしい。腎臓癌ってのは発見がとても難しく、大抵症状が出始めた頃は手遅れな場合が多いらしい。今回は偶然の入院で精密検査したからわかったと。このままにしておいたら、30歳は迎えられなかったかもしれないと。でも、あの謎の体調不良の原因は、全身精密検査でも分からずじまいだった。そして俺は、片方の腎臓を摘出して今も元気に暮らしてる。俺は、もしかしたら、クズハが教えてくれたのかもしれないって思ってる。ただの思い込みかもしれないけどな。あれから、随分時も経ったし、あいつも今頃は立派なお稲荷様になってるかも、って最近思う。お供え物。5年前まで京都に住んでてな、俺は大学生で、コンビニでアルバイトしてた。そんで、俺の通ってた大学ってのが、また田舎っていうか、山の中に校舎あるのよ。敷地内にリアルに、イノシシ注意、なんて看板あるわけ。ぶっちゃけ、これで大学特定されそうなんだが。まあ、そんな大学に、歩いて5分弱のところに住んでた。こんなところだから、街灯なんてほとんどないのよ。マジで真っ暗。当時は、さすがは京都、風情があるぜ、とか思ってた。いい加減、貯金尽きて、2回生の春くらいから、コンビニの深夜勤始めた。廃棄のようにビビったね。1ヶ月くらい勤めてから、もう、本当にめんどくさくなってね。コンビニ行く道を探索しまくった。バイトがめんどい、から探索になった。理由は俺に聞くな。そんなこんなで、探索中になんか、やしろ？
みたいな、そんなんがある道を見つけた。もう、本当にボロボロ。あちこち傷ついてるし、社にある御神体っていうのが、近所のバカガキのせいか、原型ない、ただの石になってた。まあある意味、原型だな。イメージ的に言うなら、夏目友人帳の梅雨神様みたいなの。すごくかわいそうだと思った。つうか、不憫に感じてな。大学の専攻が歴史ってことや、宗教学の講義を受けてたってこともあったと思う。講義受けてたくせに、ハテナが多くて申し訳ない。山の社なんて、時代違えば、結構な信仰の対象だろ。それで、どうせ廃棄するんだったら、それをここにお供えすればいくない？って発想になった。ちなみに、お供え物は、まんじゅうとか団子。そこから、俺の日課は、大学終わる、寝る、22時からバイト、4時終了、お供え、寝る、大学、になった。不思議なことに、お供え物は、次の日にはなくなってた。まあ、今考えると、不思議なだけで、当時は、よしよし、いい食いっぷりだ、とか、特に深く考えず思ってた。そんな日を続けて、コンビニの制服が半袖から長袖になったくらいだと思うんだけど、明らか未成年の襟足の長さが戦闘能力の高さと勘違いしてる金髪ドキュンがタバコ買いに来て、テンプレ通りに断ったら、俺のチャリをパンクさせやがった。悪いとは思ったけど、あまりにイラついたんで、歩きタバコしながら帰った。社の前を通りかかってもタバコくわえてて、いつも通りお供えしてたら、タバコが煙かったのか、コン、って声、ってか、音が聞こえてな。聞き間違えと思いつつも、試しに、ふーって吐いたら、また聞こえた。恐怖心とかは、全然なかった。言うまでもなく、俺の日課は、一つ増えた。飽き性で長続きしない俺が、唯一、卒業でバイト辞めるまで、自発的に続けられてたのが、この、お供え物だった。コンビニを辞める最終日に、いつも、3時くらいにワンカップ買って帰るおじいさんに、〇〇堂の少し外れにある社って、何を祀ってるかご存知ですか？って聞いてみたら、知っとるよ。狐様が祀られとる。詳しく聞くと、やっぱり昔は多くはなかったけど、拝みに来てる人がいたらしい。今では、亡くなったり、入院してたり、遠くに行っちゃったりで、ほとんどいないということだ。じいさんが、わしも腰がうんぬん、ほざいたから、深夜に酒買いに来る人が何を、と突っ込んどいた。最後のお供えの時、まあ、最後ってんで、きちんとかがんで頭下げて手を合わせた。その最中、何か気配を感じて薄目開けたら、黄色くて先が白い尻尾が見えた。瞬きしたら消えたんだけどね。こんな感じ、怖くなくてごめんね。大学の講義のことなんざ、かけらも覚えちゃねえけど、このことに関してはなんでか鮮明に覚えてんだよね。狐の像。子供の頃、家の事情で、一時的に母方の実家で暮らすことになった。すぐに友達はできるなんて思ってたんだけど、慣れ親しんだ土地を離れるだけじゃなく、両親とも離れて暮らさなきゃいけないってのが当時は辛くて、友達がなかなかできなかったんだ。だから、休みの日とか放課後は、山で一人で遊ぶのが日課になってたんだよね。もちろん、一人で山行くなって言われてたけど、都心に住んでた俺にとっては、山がすごく面白くて、初めて見るものばっかりで、自分を抑えきれなかったんだ。まあ、大体は山をだらだら歩いたり、自分だけの道とか、遊び場を作ったりしてたんだけど、時々寂しくなっちゃうんだよね。弟が生まれつき体が弱かったから、あまり両親に構ってもらえなかったってのもあって、子供ながら孤独を感じることが多くて、でも誰にも言えなくて、両親と離れたら心だけじゃなく、体まで離れちゃったとか考えちゃってさ。だから、山で遊びながら一人で泣いたりとかしてたんだけど、ある時泣きながら歩いてたら道に迷っちゃったんだ。獣道みたいなところになって、方向感覚も狂った感じで、相当焦ったんだけど、気づいたら小綺麗な神社に出たんだ。狐の像が両脇にあったから、稲荷神社だと思うんだけど、人が来る場所に出られたって思って、すごい安堵した気がするんだよね。あとは、そこから道に沿って下ったら家に着いたんだけど、なぜか、その神社だと落ち着けるような気がして、それ以来、その神社でよく遊んでたんだ。まあ、その当時は何もなくて、ずっと一人だったんだけど、弟の調子が良くなって、家に帰ることになったんだ。友達はほとんどできなかったから、未練はなかったんだけど、お気に入りの場所になった神社にお別れしなきゃって思って、その神社に行ったら、ちっちゃい狐の木製の像が置いてあって、何を思ったか、俺はそれを神社の人がくれた、って思って、持ち帰っちゃったんだ。それから10年くらい経って、俺も成人して、像のことなんて、すっかり忘れてた。もちろん、どこにしまったかも忘れちゃってさ。
昔のことはほとんど思い出さなくなってたんだけど、半年前にその像が出てきたんだ。その時はドライブの帰りで、ゆっくり走ってたつもりなんだけど、落石があった場所を通過するときに、大きな石を踏んじゃって単独事故を起こしちゃったんだ。ああ、俺死んだ、とかぶつかりながら思ったんだけど、幸い軽い怪我で済んだ。その後、車を廃車にする前に荷物を取りに行ったんだけど、そこでその像を見つけたんだ。なんで？おかしい。何年も見てなかったのに、車も買って1年くらいだから、入ってるはずない、とかいろいろ考えたんだけど、象が助けてくれたんだな、って結論になったんだ。それで、お礼しなきゃまずいなって思って、母方の実家に久しぶりに行ったんだけど、神社がどうしても見つからない。前はすんなり行けたのにね。まだ祖母は生きてるから、神社どうしたの？って言ったら、神社はもともとない。って言う。おかしい。実は俺、こっちにいる時に山の神社で遊んでたんだ。って言ったら、いつも同じくらいの男の子と一緒に遊んでたって、楽しそうに話してた。って言われてさ、俺が小さい時嘘ついてたのか、とか思ったんだけど、そんな話をした覚えはない。それでよく思い出してみると、その時の記憶がすごく曖昧なことに気づいたんだ。他の記憶よりもぼやけてる感じでさ、それでいろいろ自分の記憶を掘り起こしていったら、同じ年代の男の子とよく遊んでて、最後に山で遊んだ時に、あの像をもらったことを思い出したんだ。確か、ずっと友達だよ。まるまるは一人じゃないから、これはお守りね。って感じのこと言われて、俺も、ずっと友達、絶対忘れない、みたいなこと言ったんだよね。そしたら、ちょっと悲しそうにしてて、お別れだから悲しいんだ、って感じた気がする。長くなっちゃったけど、これが自分が体験した、不思議な話です。今もあまりはっきり思い出せなくて、曖昧な感じなんだけど、なんで忘れちゃったのか、なんで神社で一人で遊んでたっていう風に覚えてたのかがわからないんだ。それに、象が車から出てきたのも、ただ、象をもらってから、自分の生活は変わったんだよね。というより、自分が変わったって言うべきかな。積極的になって、地元で友達もたくさんできた。それと比例して、実家でのことを忘れてった気がする。ちなみに、その像は、今は家の社にお稲荷さんと一緒に祀っています。きっと、寂しそうにしてた俺を、構ってくれたんだなーって今は思ってます。ヒグマとキツネ。俺は今、北海道に住んでいます。知り合いに趣味で狩りをしている方がいます。その方から聞いた、山での不思議なお話を書きます。彼は趣味といえど、狩り歴20年のベテランで、主に北海道の東の方である道東をホームグランドに鹿狩りを行っており、狩猟期間が解禁になると、毎週のように山に分け入る生活をしています。その方が、ある秋に体験したお話になります。その日は、早朝から山に行き、慣れた森林に踏み入りました。散弾銃とナタと少しの食料を持ち、秋といえど北海道は寒いので防寒対策も怠りません。そして、験担ぎと石鹸の匂いで野生動物に感づかれないために、2日前から風呂に入っていませんでした。足跡などの痕跡を見逃さぬよう、そしてなるべく音を立てないよう、慎重かつ大胆に。1時間に 2km 歩く速度で移動します。痕跡は見つかるのですが、古いものばかりです。走行しているうちに、昼近くになりました。その時、足跡とは違う痕跡を見つけたのです。獣臭がする。間違いなく、ヒグマの匂いです。やばい。彼に言わせれば、ヒグマは特に珍しいものではないらしいのですが、秋口と春先のヒグマは冬眠前後で、凶暴になる可能性が高いので困るそうです。ほどなくして、獣臭の元を見つけました。木のたもとに土を掘った形跡があり、キツネが中途半端に埋められていました。木には、爪を研いだ跡とヒグマの体毛と糞尿らしき形跡。マーキングです。これは警告です。ここは俺様のもので、近づくことまかりならん、ということだそうです。そして、まずいと感じる理由がもう一つありました。彼はヒグマに対抗する手段を持っていませんでした。散弾銃は持っているが、弾は4発だけです。重くなるのを嫌い最小限の装備で、さらに鹿用の散弾しか所持してなかったのです。ヒグマの分厚い皮膚と筋肉を貫通し、致命傷を負わせるには心もとなく、彼は諦めて帰ることにしました。ほどなくして、帰り道で正午を迎えました。昼食のため適当な場所を探すと、座れそうな倒木を見つけました。彼はそこに座って食事を取ることにしました。リュックからパンと麦茶を取り出します。もぐもぐ、ごくりとやっていたところ、突然足元に気配を感じました。見ると、小狐が2匹、靴にじゃれついています。
どうやら倒木の根元に巣穴があるらしく、そこから出てきたようです。まだ生まれて間もないのでしょうか。コロコロのモハモハです。パンをひとつまみして小狐に与えてみると、人影してむさぼりました。サバ缶も開けて与えてみると、なかなかの食いつきでした。その時何かが横目に映りました。しまった、油断しすぎた。約5メートル先のヤブからヒグマが現れたのです。風下から接近されたので匂いで気づくことができませんでした。しかも成獣です。銃は手元にありません。一足等の距離にありますが動くことができません。いや、動いてはいけないのです。急激な動作はヒグマを刺激します。この距離で飛びかかってきたら、銃を手にした時にはズタズタにされているでしょう。それ以前に弾が込められていないのです。左胸ポケットに4発収まっています。いずれにせよ、まずヒグマから目が離せません。ヒグマもこちらに目を合わせています。その時、小ギツネがキューと鳴きました。まずい。次の瞬間、いきなり背後に気配を感じました。なんだこの気配は。今まで感じたことのない寒気が走ります。背後を見たい衝動に駆られた時、動かないで、女性の声がしました。心臓が口から飛び出すかと思うぐらい驚きました。するとヒグマが立ち上がりました。体長 2.5 メートルはありそうです。威嚇しています。鼻からブフーッと息を漏らし、興奮しているようでした。背後の気配がいきり立ちます。周囲の気温が一気に下がったように感じました。ヒグマが四つ足をつき目を離しました。怯えているようでした。小ギツネがキューと鳴きました。ヒグマは回れ右で再びヤブの中に消えていきました。しかし彼はまだ動けません。背後の気配がまだ消えないのです。頼みます。また女性の声がしました。同時に気配も消えました。小ギツネが靴ひもにじゃれついてきましたが、彼はその場にへたり込んでしまいました。彼は混乱する頭を抱え、そして空気的に2匹の小ギツネを抱えて下山しました。帰りの車の中で小ギツネが癒してくれます。彼は2匹を養うことに決めました。そうしなければならないと感じたそうです。そんな彼ですが、定職はありません。この事件の後から今現在もパチプロとして生計を立てています。不思議とギャンブル運に恵まれるようになったそうです。バカガキはしませんが、一日の儲けは地味ながら5000円から1万円。その事件以降、パチンコで負けたことはないそうです。俺も2匹のキツネには合わせてもらいました。同居して5年くらいになるそうです。キツネなのにかなりデブチンで、人懐っこい奴らでした。追伸、少し説明不足でした。おそらく埋められていたキツネは、親キツネだったのでしょう。彼は幽霊とか信じるタイプではありません。でも、キツネは可愛がります。溺愛してますよ。山の神さん。俺がまだガキの頃、家の近所には深い森があった。森の入り口付近は畑と墓場が点在する場所だ。あぜ道の脇にクヌギや栗の木に混じって外葉や苔むした無縁仏が乱雑に並んでいた。その墓石の行列が途切れると、木々の間に森への入り口がまるで洞窟のようにぽっかりと口を開けているのである。それは小学校4年の夏休みも終わりに近づいた頃の話である。その夏休みの間、俺は友人3人と毎日のように墓場を通り抜け、森に分け入ってはカブトムシ捕りと探検に明け暮れていた。危険な場所であるから入ってはいけないと学校からも家族からも注意されてはいたが、そんなものは溢れる好奇心に対する何の抑止力にもなりはしなかったのである。その日は8月にしては異様に涼しい日だったことを覚えている。森の手近なところを探検し尽くした俺たちは、誰が言い出したのか、今まで入ったことのない山の端へと続く森の最深部へ行こうということになった。生い茂る草をなぎ倒しながら道なき道を突進した俺たちは、やがて不思議な感じのする場所に出た。そこは25メートルプールほどの広場で、周りには巨木が何本もそびえていた。巨木は競うように枝葉を伸ばし、あたりは8月の昼間にもかかわらずやけに薄暗い。天を覆い尽くすかのごとく広がった葉の隙間のわずかに覗いた青い空から木漏れ日が落ちていた。その木漏れ日が落ちる広場の地面は道もないような森の中だというのに、まるで吐き清められたように綺麗で、雑草一本生えてはいない。俺たちは言い知れぬ恐怖を感じ、誰からともなく帰ろうと言い出した。その時である。今まで狂ったように鳴いていたセミの声が突然やみ、世界から全ての音が消えた。続いて視界から色彩が完全に失われ、まるでモノクロームの映画を見ているような状態になったのである。慌てて友人の方を向くと、彼らも呆然と立ち尽くしている。後で聞いた話だが、
彼らも俺と同じように、音と色とが完全に失われた状態であったらしい。俺は焦りに焦った。不安と恐怖でおかしくなりそうだった。逃げよう。そう考えたのは、しばらくほうけた後だったと思う。しかし、いざそう考えると、今度は体が全く動かないのである。足が2本の杭になって、地面に突き刺さったかのようだった。絶望に打ちのめされながらも、なんとか体を動かそうともがいていると、ふと、何かキラッと光るものが視界に入った。金色に光る雪のようなものが、あたりを待っていたのである。色彩の失われた世界の中で、その雪だけがキラキラと光っている。そして、その雪の中を、ライオンほどの大きさをした金色の狐が、木々の間から姿を現し、こちらに向かってきたのである。狐は悠然とした足取りで広場を横切り、俺たちを気に留める様子もなく、また巨木の間の闇へと消えた。その間、わずか1分ほどの出来事だったと思うが、俺には異様に長く感じられる1分だった。狐が消えてしまうと、まるで何事もなかったかのように、再びセミが鳴き始め、視界にも鮮やかな晩霞の色が蘇った。俺たちは訳のわからない叫び声を上げながら走り出した。ススキやトゲで体中傷だらけになりながら森を抜け出した時、ようやく俺たちは助かったと思った。家にたどり着いた後、体験した出来事を祖父に話すと、祖父は、それは山の神さんや、と言い、その後少し怖い顔で、もう二度と行くな、と続けた。祖父の言いつけを固くなに守ったわけでもないが、この話に後日談は何もない。後で行ってみたが、そんな場所はなかったとか、恐ろしい言い伝えがあったなどの、胸のときめくような話は一切ないのである。俺たちは会うたびにその話をしたし、もう一度行ってみたい気持ちもなくはなかったのだが、不思議ともうあの場所へ行くことはなかった。ある年、森は突然消えた。宅地造成で森は切り開かれ、貫くように大きな道が通った。畑は潰されて、あぜ道はアスファルトに変わり、墓場はまとめて別の場所に移されて、その上にはペンション風の家が建っている。コリだけが通った道を自動車が行き交い、俺たちが狐を見たあの場所も多分今はもうない。おにぎりと麦茶。ちょっと昔に聞いたお話。その頃、いろんなことに嫌気がさしたじいさんは、会社を休み山に登った。4時間くらい登り、少し下界を眺められるようなところで休憩をとった。おにぎりを頬張りながら美しい展望を眺め、その景色に癒されながら、ふと水筒に手を伸ばした。ない?後ろを振り返ると、自分の座っていたところから10メートルくらい先にちょこんと立っていた。首をひねりながら水筒を持ち上げると妙に軽い。試しに振ってみても液体の音がしない。がっかりしながらさっきまで座っていたところに戻ると、今度は残りのおにぎりがない。あまりのことに言葉を失っていると後ろから、薬、と子供の笑い声が聞こえた。振り返ってみると、ちょうど狐の尻尾が林の中に消えていくのが見えた。もう行こう。と思い荷物を片付けようとしたら、おにぎりの容器の中に、この時期には珍しい山菜がたくさん入っていた。あまりの量に少し後ろめたい気持ちになったが、麦茶とおにぎりのお礼として受け取り、その場を後にした。今でもじいさんは、おにぎりと麦茶だけで、あの量の山菜をもらうのには気が引けた。と目を細めて語る。狐様と山神様。今から10年前の、中学1年生の時の話。秋田県に住むばあちゃんに会いに、一人で東京から電車で向かった。秋田県の駅名は覚えてないんだけど、駅に着くと親戚のおじが車で迎えに来てくれて、そこから2時間くらいかな?山をいくつも越え、ばあちゃんの住む家に到着。当時80歳のばあちゃんにしては元気で、腰も曲がっておらず、焚き木を斧のようなものでバシバシ割っていたことを、はっきりと覚えている。ばあちゃん、久しぶりです。と挨拶すると、大きくなったなぁと頭なでなでされ、家に荷物を置いた後、ばあちゃんがおにぎりを出してくれた。食べようと手を伸ばすと、待ちなさい、まだ、狐様と山神様が来てないからね。と言われ、ばあちゃんボケたなぁと思いつつ、しばらく正座で待たされた。ここから目を疑う光景が、玄関に狐と蛇が来たんだ。え?と思っていると、狐がちゃぶ台のおにぎりを一つパクッと食べた。山神さんにおにぎり渡しなさいと言われて、おにぎりを玄関にいる蛇の前に置いた。めちゃくちゃビビりながら、蛇は食べずに、おにぎりの周りを一周していなくなった。なんなんだ?おっかねえと思ったが、ばあちゃんは当たり前な顔して、おあがんなさい。というので、腹いっぱいおにぎりを食いました。食休みして遊びに行こうとしたら、ばあちゃんに言われた注意事項。
山で暗くまで遊んで迷ったら、葉っぱを一枚食べて、一番大きな木の下にいなさい。川で遊ぶなら、石を投げたりしないこと。深いところには行かないこと。夕方過ぎに道で狐様に会ったら、きちんと頭下げること。面倒だなぁと思いながら、近所の川に遊びに行った。水が綺麗で、川の流れをボケーっと眺めてたら、反対岸に、狐が2匹いた。面倒くさいけど、ばあちゃんに言われた通りに頭を下げた。次の瞬間から記憶がない。次の記憶が、なぜか家の前にいて、竹細工のバッグを持っていた。そのバッグには、桑の実がありえないくらい入っていた。怖くなってばあちゃんを呼ぶと、頭なでなでしながら、狐様がくださった。と、次の日から、お化けや妖怪を信じるようになった。ちなみに、竹細工のバッグは、ばあちゃんが亡くなるまで大切に使ってた。河原家のお狐さん。小学生の頃、学校の畑を掘ったら、土の中から陶器の狐が出てきた。真っ白の河原家でできた狐のお面みたいなやつで、他にもたくさん出てきて、七福神やら、うちでの小槌やら、縁起物もあった。小学生だから、これはお宝だ、と、気に入ったものを勝手に取って持ち帰った。狐は一つしかなかったが、掘り起こした私自身が手放さなかったのと、他の子が、釣り目で怖い、と言って嫌がったので、私はお狐さんを喜んで持ち帰った。近くで見ていた先生も、特に何も咎めなかった。で、帰ってからしばらくは大事に大事に机の引き出しに入れておいたんだけど、中学に上がってから、テレビで人形供養とか、そんな番組を見て、私のお狐さんも神社に納めた方がいいんじゃないか、と思い始めた。そもそも、この畑に埋まっていたものは何なのか大人に聞いてみたが、よくわからないとの答えだった。でも、地面に埋まっていたものなら、神社かどこかにお返しした方がいいかもしれない、ということになった。ちょうどこの時、家族で京都に旅行する予定があったんだ。狐なら稲荷神社がいいだろう。どうせなら総本山の伏見稲荷がいいのでは、と、旅行に河原家のお狐さんを持っていくことにした。お狐さんが手元からなくなってしまうのは寂しかったけど、潮時かなとも思ったし、伏見稲荷に行くのはすごく楽しみだった。旅行当日、割れたりしないよう厳重にくるんだお狐さんをバッグに入れて、行きの新幹線で爆睡中の私。その夢に茶髪の兄ちゃんが出てきた。夢の中で、現実と同じく京都行きの新幹線に乗ってるんだけど、乗客が私とその兄ちゃんしかいなくて、二人で向かい合わせに座ってる。兄ちゃんはジーパンに白い T シャツ、腕には紫色のリストバンドをしていて、茶髪で、色が白かった。茶髪の兄ちゃんは困った顔で言った。あのさ、神社行くのはいいけど、伏見はやめようぜ。ジョーちゃんも、急に偉い人んとこ行けって言われたら困るだろ。俺、ずっと地元にいたいのよ。のんびりしてーの。な、頼むよ。兄ちゃんの紫色のリストバンドは、お狐さんが割れないよう、ずっと引き出しの中にしまっていた時から使っていたものだった。京都について伏見稲荷には言ったけど、お狐さんを収めるのはやめて、神社の人に、こういうものがあるのだけど、どうすればいいですか、と質問するだけにした。神社の人は、ご近所の稲荷神社か、氏神様にお納めください。と教えてくれたので、帰ってから地元の稲荷神社に持っていくことにした。京都から帰って、地元のお稲荷さんに行く前日、また夢にあの茶髪の兄ちゃんが出てきて、世話になったなぁ、これ、ジョーちゃんに返すな。と、紫色のリストバンドを夢の中で私に返してくれた。翌日、お狐さんは無事に地元の稲荷神社に納められた。あんまり怖くないけど、不思議な話かな、と思ってここに。東北の方にキャンプに行った。去年、東北の方にキャンプに行った時の話です。山の奥地にあり、自然たっぷりのキャンプ場で、首都圏から遠いせいか混んでいることがないので、いつもそこを利用しています。日が暮れて晩飯が終わり、その日は早起きだったため、テントで少しうとうとしてたところ、外から聞こえる、3歳になる娘の笑い声で目が覚めたんです。女房と遊んでいると思って、テントから外を覗いてみて、びっくり。娘の横に狐が立っていたんです。立派な体格で、綺麗な毛並みをしていましたが、噛みつかれでもしたら大変だと、飛び起きて出て行ったら、狐はそそくさと逃げていきました。逃げていったというか、暗闇のせいかもしれませんが、スーッと消えたように見えて、足音も聞こえませんでした。野生の生き物はすごいなぁ、などと思いながら、娘の無事にほっとしたんですが、娘は全く怖がっておらず、ニコニコ顔。そしてまたびっくりしたのが、娘は、小さな両手いっぱいの木の実を持っていました。どんぐりやら、オレンジ色の実やら、いろいろな種類があって、
キャンプ場内では拾うこともできない実がたくさん。これ、どうしたの？と聞いたら、キツネさんにもらった、キツネさん笑ってた。と、は、と頭に浮かんだのが、キャンプ場がある小高い山の頂上に、とても古くて小さな稲荷神社があり、キャンプ場に入る前に、必ず立ち寄って、自分は、ワンカップを一本、娘は、必ず自分の持ってるおやつを一つ置いて行ってました。山に入るときは、お願いしますって入るんだよ、と教えていたんですが、トトロが大好きな娘はいつも真面目に拝んでいたようなんです。山の神様って本当にいるんだなぁと、炊事場から帰ってきた女房と、なんだか温かい気持ちになりました。キツネさんとの約束。泣き打ちのばあさんが親父に語ったという話、そして俺が親父から聞いた話。大戦末期、じいさんはのらりくらりと免れていたが、ついに出征の命令が来た。じいさんは名誉なことなどとは思えなかったらしく、もう生きて帰ってはこれない、俺はもう終わりだと毎晩泣きながら叫びたりだったらしい。ばあさんはなんて臆病な男なんだろうとほとほと呆れ果てていたそうだ。しかしある日、じいさんは上機嫌で帰ってくると、ばあさんにこう語った。気まぐれに近所のお狐さんを参ったところ、お狐さんの声が聞こえた。そんなに死にたくないのならば、わしが何とかしてやろう。その代わりに、休みの日は毎朝必ずここを掃除し、備え物を絶やしてはならない。ばあさんは、とうとうおかしくなったかと相手にしなかった。しかしその日以来、じいさんは人が変わったかのように、がぜんやる気になって、意気揚々と戦地へ向かった。ばあさんはあんな臆病者が、とても戦場で生き抜くことはできないだろう、と半ば諦めて送り出した。終戦を迎え、じいさんは帰ってきた。じいさんによると、何度も死ぬかと思ったが、その都度奇跡的な出来事が続き、生き延びることができたらしい。その中でも印象的だったのは、名前も知らない味方の兵士が、何度もあった危機的状況にふっと現れ、活躍したという。その兵士の活躍が、結果的にじいさんを助けることとなったとか。その兵士はいつも将棋の駒を身につけており、じいさんもそれにあやかり自作の駒をお守りとし、身につけていた。部隊がほぼ壊滅した中、じいさんは五体満足で帰ってきた。じいさんは、あれはお狐さんの兵隊だ、お狐さんは将棋好きなんだ、と興奮しながらばあさんに語ったという。帰還後、じいさんは少ない元手から商売を始めたが、なかなかうまくいかず苦労した。しかし忙しい中でも、お狐さんとの約束はきちんと守っていた。四人目となる親父が生まれた頃、商売は少しずつ軌道に乗り、あれよあれよという間に、じいさんは少なくない財を築いた。しかし、その頃になると、じいさんは博打や女に儲けるようになり、家庭をないがしろにするようになっていった。家には金を入れていたので、ばあさんは泣く泣く我慢していた。お狐さんとの約束も次第にいい加減になっていき、とうとう近づくこともなくなった。異変が起きたのは間もなくのこと。長男と長女が相次いで亡くなり、じいさんも肝臓を痛め倒れた。痛みに苦しみ、毎晩夢でうなされるじいさんは、お狐さんのたたりだ、お前が代わりにお狐さんとの約束を守ってこい、とばあさんに命じた。ばあさんはお狐さんとの約束を代わりに果たしたが、時すでに遅く、じいさんは苦しみ抜いて死んでいった。あっという間に商売は傾き、ばあさんは残された子供らを育てるため相当に苦労した。しかし、お狐さんとの約束はきちんと守っていた。それから目立った不幸はない。今は親父がお狐さんとの約束を守っている。親父は俺が小さい頃から、お父ちゃんに何かあったらお前がお狐さんとの約束を守るんだ、お狐さんが助けてくれなかったら俺もお前も生まれてこなかったかもしれない、お狐さんへの感謝の気持ちを忘れるな、とよく聞かされた。俺は親父が健在なうちに今の仕事を一段落つけて実家に帰る、お狐さんとの約束を守り、そして子供たちに引き継ぐためにだ。電話に出る何か。私の実家には、電話に出る何かがいる。家に誰もいない時限定で、家の固定電話に電話をかけると、何かが電話に出る。それが、無言でもなく、ノイズでもなく、ごく普通に、はい、〇〇です、と。若い男性、印象としては二十歳前後ぐらいの声で。で、何かに用事を頼むと、しっかりこなしていてくれる。お風呂沸かしておいて、〇〇の電源切り忘れたから、切っておいて。何時になったら洗濯物を取り込んでおいて、などなど、敷地内限定、かつ、人に出会わないもの、宅配受け取って、などは NG。私が生まれた頃から始まったので、かれこれ数十年になるんだけど、未だに何かは家にいるらしい。
この間、試しに母に丸々と伝言お願い、と頼んだら、母が帰宅したら、テーブルの上にメモ書きとして置かれていたそうな。すげえ便利で羨ましい。晩ご飯も作っておいてくれたりして。炊飯器のスイッチ入れておいてと、冷凍庫から物を出しておいて、までならやってくれたことがある。あんまり難しいことはできないようで。はじめは誰かの幽霊では？となったんだが、該当するような、若くして死んだ親戚なんかも全くいない。ある日を境に、稲荷さんではないかということで落ち着いた。ビデオカメラ設置しといて見てみたい。実はすげえヤバいもんかもしれないしな。恩を売っておいて後から。一度家族全員わざと留守にしてカメラ回してみたことがあったけど、その時は電話にも出ないし何も映らなかった。気づいてるのかも。自分の自画像を書いておいて自分の名前を書いておいてはダメなんでしょうね。面白いな。電話ではいと出る時の声は嬉しそうとかめんどくさそうとか、どんな調子で出るんだろう。電話も何回コールくらいで出るのか気になる。祖母が生きてた頃に、いつもありがとうね、お土産買っていくけど何がいい？と電話越しに聞いたら、油揚げがいいな、と言ったことがあって、それからうちでは稲荷さんということで解釈した。近くに稲荷さんが実際にあるし、多少思い当たることもあったし、電話は 2,3 コールで出る。普通に、ほんと知らない人が聞いたら留守番してるやつがいるでしょ？と思うくらい普通に、はい〇〇です、ああ、わかった。じゃあ気をつけて。とか、電話するときに、自画像書いてとか、名前教えてとか言ってみようかな、と思うと電話に出ないんだよね。かなり鋭い相手。面白い。それの存在を当たり前のように受け入れてる、あなたの一家もすごいな。出会いのきっかけは何だろうか？さすがに最初は怖かっただろう。出会いのきっかけの前からになるけど、うちの実家の裏手には山があって、細い登り道を少し上がったところに、小さな稲荷さんがある。小さい祠。私がまだ生まれて間もない頃に、風邪をひいたのか、高熱が何日か続いて、母親が寝ずの看病をしてくれていた。疲れた母が、ほんの少しうとうとした 1,2 分の隙に、私が消えた。家内を探してもいない。母と私以外で家にいたのは祖母のみ。でも祖母も見ていないという。反響欄で探すうち、家の裏手に回った母が、かすかに子供の声を聞きつけて山へ行くと、稲荷さんの祠の前に私が寝ていた。そして熱がすっかり下がっていた。まだハイハイどころか寝返りも打てない用事が、どうやってそこまで移動したのか、誰かが連れて行ったのか、結局わからずじまいだった。時が経ち、私が幼稚園の頃、用事で家族全員が留守にしたことがあった。私は幼稚園へ、そして家には近くに住む高校生のいとこが留守番に来てくれるてはず。幼稚園が終わり、家へ電話すると男性の声が応答したので、いとこだと思い、今から帰宅すると伝えると、おやつをテーブルに出しておくから気をつけて帰ってこい、と返事。帰宅してみると、おやつの用意はしてあり、まだ熱いお茶まで入っている。だが、いとこどころか誰もいない。いとこは、留守番の約束をすっかり忘れて遊びに行っていた。実家には誰もいなかったはず。では、あの電話の声は誰なのか？これが初めての出会い体験。最初は、私が電話した時限定だったので、家族も半信半疑だったが、そのうち一人、また一人と同じ経験をした。しばらくするうちに、悪さをするわけじゃなし、あまり追求してもかわいそうと判断して、誰も気にせず、見えない家族が増えたという認識で落ち着いた。で、ある日、祖母がお土産いるかと聞いたら、油揚げと答えた。初めのうちは、私限定だった。私を助けてくれたといえば、裏山の稲荷さん。という二つから、もしかしたら稲荷さんじゃないか、ということになって今に至る。ほんわかした話でいいね。お土産はどうやって渡したの？次に留守にするときに、煮つけてテーブルの上に用意して、電話でテーブルの上に油揚げ置いておいたからね、食べてね、と言っておいたら、帰宅する頃には、完食して食器も洗っておいてあった。将来テレビ電話になったらどうなるかな？どうかな？みんな結構いい話な感じで言ってるけど、俺としてはすごい怖い話だ。でももう慣れてるんだよね。やっぱ最初は怖かった？私は小さかったんで、あまり恐怖感はなかったと思うけど、家族は最初のうちは、ちょっと気味悪かったみたい。油揚げ食べてね、と電話で話した時には、ありがとうとか、食べておくねとか言ったのかな。あんまり追求するとかわいそうと思えるあなただから、その優しい狐さんがいるんだろうな。童話のゴンギツネも、あなた方一家が相手だったらよかったのにね。ちょっと照れくさそうに、ありがとう、いただきます、と言ってたらしいです。
代々とか、おばあさんの小さい頃とかじゃなくて、投稿主の赤ちゃんの頃からってのが珍しいね。何か気に入られるような生まれだったりするのかな。人間にはわかんないけど、狐的に。それにしても、熱いお茶入れてあったり、食器洗ってあったり、寺もえす。自分ではどういう縁があるのか全くわからないけど、やはり私に何かしら関係があるようで。ちなみに、どうやら私の子供も助けてくれてるようです。今は実家暮らしではないんだけど、それでも見守ってくれてるのかな、とちょっと嬉しく思ってます。お稲荷様は、若い時には修行期間があるらしく、その間に行をこなして霊格を上げるのだとか、伊勢の下空近くにある、アコネ稲荷さんは、そのような若いお稲荷さんが、修行していると聞いたことがあるよ。あと、若いお稲荷さんの他に、悪さをしていた野狐が送り込まれてくることもあるとか、強制収容か、投稿主さんのとこのお稲荷さんかどうかわからないけど、その方は、人の手助けをする行を行っているんじゃないかなって、なんとなく思いました。あと、神様は人に大切に祀ってもらうと格が上がるもののようなので、特に祀る必要はないかもですが、大切にしたのなら、きっと、ご家族の皆さんにとって良き存在へと昇格していくものと思います。我々のような凡人には、なかなかできる縁じゃないですもんね。少し羨ましいなぁ。どうか大切にしてやってね。元は小さい質素な祠だけだったんですが、私の幼児期の熱が下がった一件の感謝で鳥居を建てて、私が結婚する少し前に、小さいけれど石屋さんに頼んで、狐さんの置物、狛犬みたいなやつを置かせてもらいました。周りも少しだけ整地したんで、今じゃミニ神社みたいになってます。ジャングルで遭難。太平洋戦争中、曽祖父は、兵役で東南アジアに出征していたそうです。と言っても、戦闘要員ではなく、現地に補給用の鉄道のレールを敷く工兵部隊の小隊長を命ぜられていました。小隊長といっても、ふんぞり返っていられるわけではなく、自分自身も一緒に作業していたそうです。ある日、いつものようにレール敷きの作業をしていた曽祖父は、探していた工具がトロッコの下にあるのを見つけて、取ろうと思いトロッコの下に潜り込みました。すると、向こうの空から、聞き慣れないプロペラ音が聞こえてきました。その時曽祖父は、トロッコの下に潜り込んだまま、心臓が止まるかと思ったそうです。それは、敵の戦闘機のプロペラ音だったのです。敵機ー。隊員の誰かが言うが早いか、機銃掃射が始まりました。運よく、トロッコの陰にいる形になった曽祖父は、戦闘機の照準にはなりませんでした。そして、トロッコの下から、みんな逃げろ、逃げろ、それか隠れろ、とわめいたそうですが、逃げ遅れたり隠れられなかった者は、次々と弾丸に倒れていったそうです。何人も起こした後、戦闘機は気が済んだのか、遥か遠くの空へ消えていきました。プロペラ音が聞こえなくなると、生き残りが周囲の物陰からわらわらと這い出してきました。うろ覚えですが、確か生き残りは20人くらいだったと覚えています。曽祖父は小隊長として、本部にこのことを報告せねばならなかったのですが、運の悪いことに先ほどの襲撃で通信機が破壊されてしまい、仕方なく全員を連れて徒歩で熱帯雨林のジャングルを突っ切って、本部に向かうことになりました。地図を元に座標や方角を確認した後、ぞろぞろと行軍を始めましたが、ジャングルといえば何しろ悪路も悪路、あるけども本部には到着しません。空が暗くなってきて月が昇った頃、ようやく全員気づきました。我々は迷った。すでにその時は、地図を見ても、一体今自分たちが、どこにいるのかさえわからない状態。疲労の色が濃い隊員を前に、小隊長として責任を感じていた曽祖父は、ひどく焦ったそうです。通信機がない今、こんな広いジャングルで迷ったら、誰も助けに来られない。はっきり言って、シリアスな状況です。しかし曽祖父は、気丈を装って言いました。こうなったら、ジタバタしても仕方ない。とりあえず、今日はここで野営して、また明日本部を目指そう。なあに、朝になって太陽が出れば方角がわかるわ。曽祖父のから元気あふれる発言を受けた隊員たちでしたが、バレバレのから元気では勇気づけられるはずもなく、その場に腰を下ろして、口数も少なく、持っていた食料をポリポリかじっていたそうです。曽祖父も同じように食料を口にしていたとき、隊員の一人が、隊長。と密林の向こうを指さしながら、大慌てで曽祖父の方に駆け寄ってきました。指差す方を見ると、何やら暗がりの中で黄色の明かりがゆらーりゆらーりと揺れている。嫁の遠目ではっきりとはわからないが、目測では大きさ30センチくらいか。敵？隊員たちに緊張感が漂いました。もしあれが敵部隊のライトだったら、こんな状態で戦闘になったら、
そう思うと、心臓は、瞬目の蹄のように吐く落ち、冷や汗は、滝のようにいくらでも出てきます。全員、喉をカラカラにしながら、しばらくその明かりを観察していましたが、みんな、徐々に怪訝な顔をし始めました。どうやら、その黄色の明かり、様子がおかしい。普通、ライトを手に持っていれば、その明かりは、こっちに、近づくなり遠ざかるなりするものです。しかし、その明かりは、近づかず離れず、誘うように同じ位置でずっとゆらりと揺れているのです。その揺れ方は、八の字を横に倒した無限大の形をなぞるような動きだったそうです。そして、最も驚くべきことが起こりました。みんながその明かりをまじまじと見つめていると、なんとその明かりが、提灯になったのです。そうです。時代劇やなんかによく出てくるあの提灯です。現代では全く見かけませんが、当時まだ夜歩きの照明として使われていたそうです。しかし、ここは日本から遠く離れた戦地。なぜこんなところに？ありえない、ありえないと、曽祖父は頭を振りました。しかも、その提灯には、何やら文字と家紋が書かれている。目の前で繰り広げられる不思議な映像にあっけに取られながらも、みんな、その提灯に目を凝らして、文字を読もうとしました。そして、曽祖父はここでまた、心臓が口から飛び出すほど驚くことになりました。なんと、その提灯には、曽祖父の名字が書かれていたそうです。しかも、家紋は、見まごうことなき、我が家の家紋。隊員たちも、同じものを目撃し、全員頭の上に、巨大なハテナマークを何個も浮かばせて、曽祖父の顔を見ておりました。曽祖父は、混乱する頭を必死に整理しながら、実家の家族のことを思い出していました。そういえば、帰りが遅くなった時、いつも、家族が提灯を持って迎えに来てくれたっけ。そうそう。ちょうど、ああいう風に提灯を揺らして、俺が見つけやすいようにって、あれは、ひょっとしたら、神の助けかもしれない。なぜかそう思った曽祖父は、隊員たちに、あれは、確かに我が家の提灯だと告げ、あの提灯についていくぞ、と言いました。まともな判断だとは思えません。しかし、隊員たちも、不思議現象を目の当たりにした直後でしたので、かなりパニクっておりまして、口々に、あれは狐じゃ。いや、きっと狸じゃ。馬鹿して、わしたちを食おうとしとるんじゃ。と、およそ論理的でない反論をしていたそうです。結局、なんだか知らないが、強烈な確信のある曽祖父の猛烈な説得により、隊員たちはしぶしぶ曽祖父に従うことになりました。曽祖父は提灯に向かってずんずん進んでいきます。その方角は、曽祖父たちが思っていた方角とは全く別の方向でした。提灯は前と同じようにゆらゆら揺れながら、常に一定の距離を保って離れていきます。曽祖父たちは足の痛みも忘れて、そのまま提灯を追いかけ続けました。何時間歩いたでしょうか。東の空が白み始めた頃、曽祖父率いる小隊は、突然ジャングルを抜け出し、本部にたどり着きました。いわく、一心不乱に提灯を追いかけ続け、急に眼前が開けたかと思うと、本部にたどり着いていたらしいです。その時、さっきまではっきり見えていた提灯は、どこを見回しても影も形もなかったそうです。日本に帰ってきた曽祖父は、両親にそのことを報告しました。すると両親から、驚くべきことを聞かされました。なんと、曽祖父が失政した後、曽祖父の父は息子の生還を願って、毎晩近所の山中にある稲荷神社に出向き、行水をしていたのでした。それは雨の日も風の日も、一日とて休まず続けられたそうです。曽祖父が遭難しかけた前後は、なぜかこれまでにないほどの嫌な胸騒ぎが猛烈にしたらしく、風の実を押して稲荷神社に出かけ、普段より気合を入れて行水をしていたのだそうです。お稲荷さんが不憫に思って、お使い狐を東南アジアにまで飛ばしてくれたんかねえ。あの提灯は、きっと、狐火が化けてくれたんじゃわ。とは、私にこの話を教えてくれた祖母の言葉です。10代から片腕が痙攣していた姪っ子。俺は、人並みに金縛りとかの経験はあるけど、特別見える人ではない。で、これは、姪の話だ。10代から片腕が痙攣してて、見てると、おいおい、大丈夫か？って思うくらい、カタカタ震えてた。兄貴の子なんだけど、普段はあんまり会ってなくて、たまに連絡取ったりしてた。腕の痙攣は、ピークの16歳から20歳過ぎても治る気配がないそう。いろいろな病院を回ってたみたいだけど、姪っ子はいつも明るく振る舞ってて、俺らには深刻さがいまいち伝わらなかったんだ。そして兄貴たちが、最後の望みで行った大病院で、脳の中で、神経と血管が接触してるようだ。で、初めて判明したそう。でも、これを治すには、開頭手術が必要で、成功率は 60% 以下とのこと。それでも、話はトントン拍子に進んで、
丸月丸日に入院して、精密検査してから開頭手術って流れになって、まあ、一安心かなって思ってた。書き忘れてたけど、その姪っ子、すごい見える子で、ここ1、2年頻繁に交流するようになってから、俺の車に乗ってる知らない子や、俺の子供にくっついてくる知らないおっさんとかを見つけるの。俺はビビって、おいおい、どうすればいいの？って、おろおろしてたんだけど、姪っ子も対処法はわかんないらしくて、不動明王のお守りをかざしたり、自身が霊を連れ出したりしてくれてた。話がそれたけど、入院の日取りが決まったある日、姪っ子が頭の中で消えないイメージってのを、急に絵にして兄貴に見せたんだ。俺は、その絵は見てないんだけど、どうやら、地元から結構離れた社らしき絵だったみたい。兄貴はいろんなところを走り回る仕事してるから、その絵を見て、すぐに丸々神社だって分かったらしい。姪っ子曰く、そこに一度連れて行ってほしい。っていうか、呼ばれてるとのこと。免許とか持ってたら親に隠れて行ったかもしれないけど、その付近は若い子がうろちょろする場所じゃないのに、こと細かに絵にしてたらしい。せっかくのお願いだから、時間を作って家族でその神社に向かったらしいんだ。で、神社の駐車場に着いたら、呼ばれてるのは私だから、一人で行くね。と言って、車を降りて歩いて行ったそう。ここからは名の視点だけど、本殿の横を通ると奥にお稲荷さんがいるって感じがして、そこに行かなきゃって思ったんだって。で、本殿を過ぎて脇道を奥に入ると、小さな沼のほとりに、お稲荷さんの鳥居が、よく見ると、鳥居の下に、狐が一匹いたらしい。少し驚いてひるんでたら、その狐が飛びついてきて、肩に抱きついて、もう、治ったよ。と耳元で言ったそう。兄貴たちは駐車場で待ってたんだけど、姪っ子が戻ってきて、その手を見たら、痙攣が完全に消えてたらしい。俺もその後姪っ子に会ったけど、病気があったなんて思えないくらい、普通だったよ。で、こないだ俺の母親が、つまり姪っ子にとってはばあちゃんが、お礼に参りたいってことでそこに行ってきた。俺もその神社の場所は知ってたけど、特に参る神社でもなくて、スルーしてたんだ。でも、いざ鳥居をくぐると、なんかいい感じだった。社務所で、そのお稲荷さんはどこですか？って聞いたら、みんなが、うん？って顔。うちにお祭りしてますのは、まるまる稲荷様ですよ。と、姪っ子から聞いたのとは違う名前。指さされた先には、真っ赤な美しい鳥居が、30本ほど並んだ立派なお稲荷様が。ばあちゃんが困ってたら、神社の人が、もしかして、と、一人のじいちゃんを連れてきてくれた。で、もう一度、まるまる稲荷様の名前を言うと、少し考えた後、案内してくれた。本殿から脇に入って、お祭りされてるお稲荷様を通り過ぎて、少し離れた沼のほとりに、赤い鳥居が3本並んだ小さな岩。すべて、姪っ子が話してた通りのレイアウトで、そこには小さなお稲荷様が祀られてた。その神社の人たちさえ知らないお稲荷様に、なぜ姪っ子が呼ばれたのかは全くわからないんだけど、何はともあれ、お礼のお参りをした次第です。太宰府天満宮に行ってきた。これまで生きてきて、自分には一切変わった体験はないと思いつつ、このスレを楽しませてもらってたが、実は、小さい頃あったらしい。今日、太宰府天満宮に行ってきたんだ。なんでも、本殿の奥の方にも道があって、結構いい雰囲気だって言うから、本殿お参りした後に、奥の方に行ってみた。そしたら、お稲荷さんが祀られてあるらしくて、そんな旗が道に沿って建てられてた。お稲荷さんか、今まで馴染みはないけど、参拝してみようかな、って歩いてたら、隣にいた母が、やめとけって言うんだよ。あんまりいい思い出がないから、行きたくないって。じゃあ、自分だけ行ってくるって言ったら、やめといた方がいい。たたると怖いからって言うので、自分も参拝せずに、元来た道を戻ることにした。で、戻りながら、何か嫌な思い出でもあるの？って聞いたらね、実は、俺は小さい頃、お狐さんに疲れたことがあったらしい。2歳くらいのことらしいんだけど、何を見ても、狐の顔が見えたって言って、ギャーギャー火がついたように泣きわめいてたらしい。みかん食べようかってみかん剥いてもらってたら、そのみかんに狐の顔が見えたり、泣き疲れて目を開けてみればまた見えたりと、あらゆるところに狐の顔が見えたらしい。で、その泣き方が尋常じゃないので、うちの両親は見える人に見てもらったんだって。そうしたら、その霊能者が、某所に稲荷のお社が見えるって言ったらしい。その稲荷のお社っていうのが、どこかの神社っていうわけじゃなくて、一般のお家に時々作られてるあれ。それはうちの親戚の家が元あった場所で、今は東京の方へと引っ越してしまったらしい。家は壊されて、その土地には何もないけど、ただ一つ放置されてたのが稲荷のお社だったそうだ。
霊能者が言うには、これまで散々祈っておいた上でのこの扱いだから、お怒りなんだとか。実は、その引っ越した親戚の人たち、突然息子がおかしな風になっちゃって、母親に散々暴力振るうようになってしまったとか。その母親は、なんでこんな風になったんだろうと思いながらも、そのまま暮らしてたらしい。霊能者曰く、その息子の変貌が、お狐さんからのサインだったとか。その時点で放置しておいたお稲荷さんに気づいて、きちんと処理をすればよかったんだけど、まるで気づく様子がないので、お怒りのお狐さんは親戚であるまだ幼い俺についたんだって。ついたというか、ただ見えるだけだったらしいけど。その話を聞かされたうちの両親は、ゾッとしたらしい。俺が、まだよく言葉を喋れないながらも、ワンワンとニャンニャン、とか言って泣き叫んでたのを思い出して、その犬と猫を合わせたら、狐になることに気づいてね。で、その地域のお稲荷さん祀ってある神社に行ったりとか、神主さん呼んだりとか、お祓いなんかをしてもらって、やっとお怒りが解けたらしく、俺は狐を見ることがなくなったんだって。これ聞いてゾッとしたわ。だって幼い頃に聞いたことを、おぼろげに覚えてたんだよ。もう一方の祖母が、うちの母親に、〇〇が鬼が見えるって言ってたこと、絶対〇〇に言ったらダメよ。で、どうもタブー的な雰囲気だったから、祖母にも母親にも今まで一切聞けてなかったんだけど、今日、やっと納得した。ああ、あの話はこれのことだったのかって、狐のはずなのに鬼って風に記憶してたのが、ちょっとおかしな点だけどね。チラウラみたいな話を長々とごめんね。そしてこの話を聞いてからというもの、偏頭痛がするのは気のせいか。帰って速攻うちの神棚にお参りしたら、少し和らいだ気もするけど。猫が夜中に泣いてる気がして目が覚めた。今から20年くらい前の話なのですが、この時期になると毎年思い出すので書き込みます。私が中学1年生だった頃の真夏の話。うちは4人家族で私が一番下だった。お父さんはお酒ばっかり飲んで体壊して入退院繰り返してる。お母さんは深夜の仕事してて、高校生のお兄ちゃんは実家を出て寮暮らし。少しばかり寂しい思いをしていた私を癒してくれたのは3匹の飼い猫だった。うちは平屋の一戸建てだったんだけど、かなりのど田舎ということもあり、夜はいつも網戸にして寝てた。その日はすごく暑い日で、夜中に猫が泣いてる気がして目が覚めたんだよね。ふっと気づいたら、私は窓の方を見てて、なんとなく、ああこれやばい感じだなって思ったら、案の定金縛り。そのまま動けなくなって、じーっと窓見るしかできなくなってた。そしたら、いきなり電話が鳴ったのね。でも、鳴るはずないんだよね。うちの電話、コード抜いてて、繋がってないから。で、その後も、体が全く動かないから、私のところに来ても、何もできないから、どっか行って、って心の中で願ってた。でも、そんなんじゃ、解放されるわけもなく、私の視線は、常に網戸にあって、できることと言ったら、瞬きだけ。だから、黙って網戸を見てたら、軒下?右側の窓の右上の角のところから、ちょうど猫くらいの大きさの黒い影が出てきたの。その時は、あ、うちの猫が助けてくれようとしてる、って思ったんだけど、その影から、一本細い猫の腕みたいなのが出てきて、その腕が、網戸をギー、ギー、ギー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 ってめちゃくちゃ削ってるの。ああ、これもう私ダメだって諦めようとしたら、隣のリビングから、いきなりドスーンって、タンスでも倒れたのかってくらいの音がしてきてさ。その音にびっくりしたら、同時に金縛りも解けたんで、恐る恐るリビングを見に行ってみると、何も倒れてないのね。でも、よく見てみたら、仏壇の位牌が倒れてて、その時、おじいちゃん、おばあちゃんが、助けてくれたんだ、って思った。でもね、これだけじゃ終わらなかったんだよね。それから、だいたい10日間くらい、毎日同じことが起きてた。夜中に目が覚めて金縛り。誰かが網戸をギーギーこすってる。ちゃんと窓を閉めて寝たはずなのに、起きると網戸になってる。でも、ある日を境に、そういったことが全く起こらなくなったんだよね。今考えると、それはお父さんが退院して帰ってきてからかもしれない。それから、お兄ちゃんも夏休みに入って家に帰ってきたんだけど、どうにもお父さんの様子がおかしい。いきなりうううなり出したり、話しかけても全く返答なくて、言ってることの意味もわからない。そんな日が何日か続いてたある日、リビングでお兄ちゃんがすごく爆笑してたのね。英子、来てみろ、とうとう親父がボケた。うち、お父さんが飲んだくれなせいで、家の中じゃお父さんが一番下の立場みたいな感じで、お兄ちゃんもすごくバカにしてた。で、お兄ちゃんに言われた通りお父さんのところに行ってみたら、もう普通に戻ってて、なんだ、何もないじゃん、って思ったんだけど、そこから始まっちゃったんだよね。
急にお父さんが、喉乾いたから水持ってこい。って切れ出した。私はムカつきながらも、大きめのグラスに嫌がらせのように水をなみなみ注いで持っていった。そのコップを見てお父さんは、早く水持ってこい。喉が乾いた。なんで持ってこんのか。イライラさせるな。って叫び出した。私は、は?入ってるの飲めばいいやん。って言い返したんだけど、お父さんはずっと怒ってた。めんどくさいから無視して自分の部屋に戻ったんだけど、それから何時間もわめいてた。さすがに、ちょっとおかしいかな?って、なんとなく思ったんだけど、その時は、眠たくて寝ちゃったんだよね。そして夕方、なんだか視線を感じて、はっ、ってなって起きたら、お父さんが、立ったまま枕元からじーっと私を見てた。すごく怖かった。いきなりだったから、びっくりしすぎて動けなかった。しかも、私を見てるはずなのに、どこを見てるか、よくわからない感じだった。それからさらに、お父さんのおかしな行動は続いた。A子、ちょっと来てみろ。何事かと思ったら、蓋も開いてない缶ジュース持ってた。どこから持ってきたのかな?って思ったけど、それ以上にお父さんの行動と言動がおかしすぎて、どこから持ってきたのかなんて気にならなくなった。お父さんは開いてない缶の飲み口側に、蓋するみたいに手を乗せて、見てろよ、見てろよ、ほら。って手のひらひっくり返して、虫、気持ち悪い野郎、いっぱい出てくるんぞ。って、いや、お父さん。何もいないから。綺麗な手のひらだから。そう言っても、一人でわーわー騒いでた。その日の夜、私はお母さんに、お父さん取り憑かれてるよ。お払いした方がいいよ、って言ってみた。お母さんは、お酒のせいじゃないの?もう少し様子見てみよう。って言ってた。でも、その日、また怒ってしまったんだよね。今までよりひどいことが。夜、普通に戻ったお父さんとテレビ見ていたら、急にお父さんが腕を振り回しながら、痛い。って言って泣き叫ぶの。リビングには大して物もないし、上の方を振り払ってるんだけど、もちろん上にも何もない。その奇妙な行動は、意外とすんなり終わってくれたから、その時は大丈夫だろうって思って、そのまま寝ることにしたんだよね。その日も、一応、怖いから窓はしっかり閉めて、鍵も確認して寝たんだけど、また前と同じように目が覚めちゃったんだよね。そして、その日が一番怖かった。目が覚めた原因は網戸を擦る音。キーキーって音がする。目開けたくない。でも、開けちゃった。そしたら閉めたはずの窓がまた開いて網戸になってて、しかも窓の外にはお父さんが白目になってうー言いながら立ってた。私、すごく怖くて固まってしまってたんだけど、かすかに何か言ってると思って、よく聞いてみたら、開けろ。って言ってた。怖くなってすぐお兄ちゃん起こしに行って、お父さんのとこ行って、って言ったら、お父さんは急に、じゃあ、って叫びながら、家の周りをぐるぐる走り出した。走ってる顔見たら、よだれは垂れてるし、目は白目だし、もうめちゃくちゃ怖かった。それからお兄ちゃんがお父さん捕まえて、家に入れ、お母さん帰ってくるまで縛ってた方がいいのかな、って二人で話してたら、寝たのか気絶したのかわからないけど、お父さんは横になってた。確認してみたら、お兄ちゃん曰く、ちゃんと呼吸もしてるし、脈も大丈夫ってことで、お母さん帰ってくるまで様子を見ようってことになった。その後、帰ってきたお母さんにお父さんの状態を報告したら、お母さんも気になっていたのか、お払いの予約をしてたようで、その日まで、とりあえず精神病院に入院させることになった。朝から病院に連れて行こうとしたら、意外にもお父さんはおとなしく言うことを聞いてくれた。車に乗ってる間も、うーなってはいたけど、暴れることはなかった。病院に着いたら、ロビーに入った途端、ほうきとちりとり持ってこい。って怒り出した。看護師さんたちは、そういうのも慣れた感じで。はいはい。ってほうきとちりとり持ってきてた。お父さんは、なんかここは、葉っぱばっかり落としやがって、汚い。って怒ってた。そして、診察が終わって、入院決定。入ったところは、牢屋みたいに隔離されたとこだった。お父さんがこんな場所に入れられるなんて、複雑な気持ちだった。でも、ここからがすごかった。いた子?のおばさんのところに行くと、まず、私が呼ばれた。これね、お稲荷さんなんだけど、最初、あなたのところに来たの、わかる?って言われた。お母さんにも誰にも、最初に会った出来事は話してないから、知ってるわけないのに。あなたに見つけて欲しくて、あなたのところに来たけど、もう、正常じゃない状態だったから、あなたを守ってくれてる人たちが、払ってくれてたんだよ。それを聞いたら、涙が止まらなくなっちゃって、ずっと泣いてた。うちの家って、すごく大きいお家の母屋?みたいなとこで、大きいお家はずっと空き家になってたんだけど、そこの裏にお稲荷さんがあるらしく、そこのお払いと家のお払い、
それからお父さんの服を一式お祓いすることになった。家のすぐ近くのお稲荷さんのところに行ってみて、ものすごくびっくりしたことがあった。まず、コップはあるけど水が入ってない。ジュースの缶は、錆びて腐敗して虫が湧いてる。そして祠は伸びきった木で覆われてしまってる。足元は雑草ぼうぼうで、落ち葉で地面が見えないくらい、お父さんが言ってたことそのままだった。それから掃除して、清めて、お祓いして、お父さんにもお祓いした服を着せた。そしたら、元のお父さんに戻ってた。いた子のおばさんは、お父さんの寂しさと、お稲荷さんの寂しさが同調しちゃってたと言ってた。それからは、何もなく、普通に過ごしてますが、毎年、夏が来るたびに思い出すんですよね。たたる神社。実はです。かなり昔の話だが、今でも気になるので。村の神社は、日吉神社というとこで、村から少し離れた山裾にお寺と並んで立っている。幼少の頃、その神社の境内やお寺の庭に、一人でよくセミを取りに行って遊んだ。ある夏の朝、2-3匹のセミを捕まえて、大喜びでそこの階段とそれに続くスロープを駆け下りた時、降り切ったところで転んで、手足に大怪我をした。その怪我を見て、今は泣き祖母から。あの宮さんは気をつけた方がええよ。〇〇さんのお父さんも、この間、石積みの作業中、大怪我をしたんよ。たたっているのかもしれん。と警戒するように言われたので、怪我の痛みに懲りたこともあり、それ以後、神社でのセミ取りはやめた。子供心に、生き物を捕獲して自由を奪うことは良くないのかな、という反省もあった。その後、何十年も経ち、確か1998年の台風で、神殿の片方が暴風による倒木の下敷きになり、ぺちゃんこに破壊されてしまった。村の氏神でもあるから、急いで寄付金を集め、建て替えを進め、やっと、ご神体の納め替えの段取りになった。大安吉日、神主さんが、潰れた古い神殿の跡から、ご神体を取り出そうとしたとき、狐。なんと、7-8センチの大きさの、白い狐の瀬戸物が出てきた。それが、木漏れ日の日差しを受けて、一瞬、キラリと光ったと思ったら、見たなぁ。と、木立の影から、低い声のようなものが響いてきた。私は、あの幼少の大怪我の記憶が蘇り、わ、と思わず声を上げてしまった。そして、同席していた村の人たちをそっと見回した。が、みんな何事もないような顔をして、神主さんの一連の作業を見ていた。後日思った。村の民家には、一頭も被害らしい被害がなかったのに、神社だけが倒れたのは、狐の霊を叩き出すためであったのだろうと。しかし、残念なことに、神主さんは新しい神殿に戻してしまった。日本には、何万という数の神社があるが、その古いものの前身の多くは、呪術のため、獣や蛇などの動物の霊を祀っていたものと思われる。呪術には、生き霊の憑依、祟りや呪いを利用することが多いらしいが、あまり不用意に近づくと、この種の呪いの餌食になるだろう。月明かりがとても明るい夜。以前、人家から相当離れた山中で、数回野戦を行った。月明かりがとても明るい、スナイパー好みの夜だった。数戦を終えて小さな空き地で小休止してると、そこいらにいそうな中型犬が現れた。10メートルくらい距離を置いて近づこうとしないが、菓子とかを投げると、5メートルくらいまで寄ってくるようになった。痩せ細った犬は、よくよく見ると犬ではなく綺麗な狐だとわかったが、その時は、狐か、珍しいなぁ、くらいにしか思わなかった。休憩を終えて、再び回線となり、流れ玉が当たってはと、その狐を追い払ったその時、私を含めた数人がしっかり見た。それまでだらりと垂れ下がっていた狐の尾は、一本や二本じゃなく何本もあった。その狐は、小気味よく飛び跳ねながら、細い林道を横切り山側へ。その間、二度ほどこちらを振り向いた。二度目に振り向いた時、低い声で鳴くというより、うなり声のようなものが聞こえた。低い低い声だった。私は、違うな、と聞こえたが、他のものは、違う、とか、あるものは、これではない、と聞こえたと、後でわかった。みんなは、誰かが今の狐おかしいと言うまで、今自分が見た光景が、目の錯覚だと思い込んでいた。そして、俺も、と、今見た光景が現実とわかり、あまりに不気味だったため、撤収することとなったが、誰も止める者はいなかった。話は前後するが、この場所は、3週間ほど前に下見に来ていた。もちろん昼間、いや、早朝だった。林道脇に車を止めて、仲間とこの辺りならと話していると、ジムニーが2台すごい勢いでやってきた。私の車が邪魔だったので、すぐにどけようとすると、こんなとこで何しとるんじゃ、さっさとどけんか。と、散弾銃を構えたおっさんが降りてきた。両者の後部には、猟犬が何匹も。
ゲーマーでさえ、たとえおもちゃのエアガンでも、一般人には見せないように気を使うのに、と思ったが、関わりたくないので、ペコペコしながら車を脇にどけると、荷台はまたすごい勢いで走り去った。仲間と、なんだあいつらは、などと話していると、遠くで、バン、バン、と散弾銃の音と、犬の鳴き声。その時、ここは野戦の身にしよう、ということになった。そんな出来事も忘れかけていた数週間後、私は新聞記事を見て背筋が凍った。あの夜以上に怖かった。その小さな新聞記事には、狩猟中仲間を誤射。さらに誤射した加害者が、直後に猟銃時、ずっとあった。まさにあの山です。こじつけと言われるかもしれないが、あの狐は仲間か家族を撃たれ、復讐しようと犯人を探していたのではないかと。もちろん新聞記事の二人が、あの二人かはわからない。もちろん、二度とあの山には行きたくない。あの夜、狐をエアガンで撃つようなバカが、私たちのチームにいなくて本当によかった。神様の狩り宿になっていた話をしたい。私は首都圏で生まれ育った。別段都会でもなく、田舎でもない。至って普通の住宅地のど真ん中。小学校まで徒歩2分という素晴らしい立地に生まれ、順調に進学した。進学した小学校の真裏には、神社があった。便宜上、神田神社とする。幼稚園の頃から毎日前を通っていたけれど、初詣や縁日、お祭りなんかでしか立ち寄ったことはなかった。理由は一つ、怖かった。神社の入り口にある大鳥居も、そのそばにあった樹齢100何年の御神木も、それらを守るように生い茂った、何十年もかけて育ち上げた木々たちも、すべてが子供心に怖かった。神主も宮司もいない鬱蒼とした神社だけど、本殿が古臭いくせにいつも整って綺麗で、そのアンバランスさも少し不気味に感じてたのかもしれない。なので、その神社が何を奉っているのか、どういう由来があったのかなんてもちろん知らない。周りの大人もあまり知らないみたいで、神田様や神田さんなんてざっくりと呼んでいるだけだった。なので、私自身も、その神社に興味を向けたことはなかった。小学校2年生の時だった。何の授業かは覚えていない。生活か道徳だったように思う。なぜだか急に小学校の屋上から富士山を見てみようという話になった。普段は施錠されて立ち入ることもできない屋上という非現実に小児は湧いた。私も湧いた。ワクワクしながらとりあえず自分の家を探した。なんせ徒歩2分、自宅はすぐに見えた。ウォーリーを探せより簡単だった。今度はピアノの先生の家を見つけてみようと思った。ピアノの先生の家はうちとは反対側の学校の裏にある。なので、みんなから離れて、反対側の下を覗き込んでみた。神社があった。陰鬱として、ただ怖いだけの神社が、真上から見ると、だいぶ違う。祭事でも公開されない本殿の奥が、上からだと、よく見えた。塀に囲まれた、四角い何もない空間一面に、真っ白な砂利が敷き詰められていて、そのど真ん中に、これもまた真っ白な、狐の石像があった。私はこの時、生まれて初めて、何かを見て綺麗だと思った。薄暗い神社の一番奥、そこだけが本当に一面真っ白。綺麗で、ちょっと寂しかった。結局富士山は見えなかった。富士山の方角に、少し大きめのマンションが建っていて、ちょうど視界を遮る形になっていたせいで、去年は屋上から見えたのに、とこぼした先生の言葉はよく覚えている。屋上にいた時間は短かった。なので、私が神社を眺めていた時間も短かったはずなのに、どうしてもあの光景を忘れられなかった。また見たいと、何度も思った。校舎は4階建てだったけど、4階のどの窓から覗き込んでも、神社の全貌しか見ることは叶わなかった。どうしても、本殿を囲む高い外壁が、あの白さを覆い隠してしまう。親や先生に聞いてみたところで、分かったことは、ずっと昔からある稲荷神社だということだけだった。稲荷神社の意味は、図書室の本で調べた。狐を奉っているのが、稲荷神社。ならば、あの白い狐は、神様だ。余計見たくなった。そこで、私に救いの手を差し伸べたのは、同じクラスの徳ちゃんだった。私が、図書室で神社仏閣の本ばかり読み漁っている姿を見て、声をかけてくれた。徳ちゃんのおじいさんは、別の地方で神社を管理しているらしく、そういうことなら少しわかるよと、話を聞いてくれた。神田神社の由来を、少しなら知っていると、徳ちゃんは言った。大昔、この辺りに一匹の狐が住み着いた。畑を漁って、細々と生き抜いていた狐は、ある日、犬に襲われた。追いかけられた狐は、トウキビの畑の中に逃げ込んだけれど、葉っぱで体に切り傷ができた。びっくりして畑から逃げ出した狐を、犬はまた追いかける。慌てた狐は、次に、わさびの群生地に逃げ込んだ。今度は、わさびの茎にあるトゲで、狐はさらに傷ついた。
またも飛び出し、狐は逃げたけれど、傷ついて弱った狐は、ついに犬に捕まり、殺されてしまった。住人たちは狐に同情し、小さな稲荷神社を作った。だから、あそこには犬を連れてっちゃいけないし、わさびを備えちゃいけないんだよ。嘘つけ、と思った。わさびの茎にトゲなんてないことは知っていた。茎のおひたしは、うちでよく出るメニューだったからだ。この辺りは、ずっと宿場町だった、と、生活か何かの授業で聞いていた。大昔は、農地もたくさんあったのかもしれない。それでも、この辺りに、わさびが自生できるような清流があったとも思えない。でも、話はまとまってるし、犬に殺されたという、リアリティは感じ取れた。それでも、私の感想は、よくできた話だなぁ、止まりでしかなかった。なので、私の顔には、不信感が浮かんでいたのだと思う。今思い返せば、徳ちゃんには、申し訳ないことをした。徳ちゃんは、この辺りに古くから住んでる人に、聞いてみたらいいよ、とアドバイスをくれた。当時の私の親友は、王子主の家の娘だった。近隣一帯にある、マンションや賃貸物件、空き地や農地に至るまで、土地という土地は、その家のもの。同じ名字は、ほぼ全て一族。その本家の娘が、親友のあーちゃんだった。すぐ近くに住んでいたので、あーちゃんとは、毎日遊んでいた。おじいちゃんとおばあちゃんにも、毎日顔を合わせていた。昔のことを知っているババアが、こんな身近にいたとは。その日の放課後、いつも通り、あーちゃんの家に行った。あーちゃん家は、入り口に、大きな門がある。その門から家までが、とても長い。おばあさんは、その門から家の間にある、芝生を手入れするのが、日課のようだった。その日も、おばあさんは芝生に水をやっていた。いつも通り挨拶を交わして、学校裏の神田神社について知りたいんですけど、何か知りませんか？あの神社の管理はうちでしているから、知りたいことは教えてあげられるよ。おばあさんの話を、麦茶を添えて、あーちゃんと二人で聞くこととなった。あーちゃんのおばあさんの麦茶は、砂糖が入ってるから、あまり好きじゃなかった。麦茶に手をつけず、徳ちゃんに聞いた話をする。この言われは本当かと。そんな話は、聞いたことないねえ。おばあさんは、あっさり否定する。でも、犬に殺されたってのは聞いてるよ。その狐を鎮めるために、神田神社は建てられたのね。節句の祭りで、神楽をやってるでしょ？あの時につけるお面は、狐面だからね。お狐様を建てまつって、この辺りを守ってくださいって、お願いしてるんだよ。すごい信憑性があった。さびれた小さな神社だけれど、とある節句の時は、割と大掛かりなお祭りをしていた。初詣よりも、縁日よりも、節句のお祭りは派手。神輿も出て、神楽も催される。それでもご神体は、本殿の奥は公開されなかった。屋上から本殿の中を見たことを話した上で、あの石像がまた見たいんです、と頼んでみる。それは無理だねー。一周される。本家の人間なら立ち入られるから、うちの養子になりなさいな。帰宅後、母親にあーちゃん家の養子になる、と言ってみるけれど。バカ言ってないで、宿題しなさい。の一言で話は終わる。それからずっと、あの石像を見ることは叶わなかった。木を登ってみても、ずり落ちて傷ができるだけ。窓から身を乗り出してみても、先生に見つかって、叱られるだけ。欲求が溜まるまま、高学年になって、転校をすることになった。引っ越し先は、そんなに離れているわけではないけれど、別の町に行くと、神田神社に行くことはなくなった。思い出すことも、少なくなった。けれど、他の神社に立ち入るたびに、あの白さを思い出した。あそこほど綺麗な場所には、出会えなかった。それからだいぶ年を取って、高校を出て、一人暮らしを始めた。それと同時に、実家は、以前の地元近くに戻ることになった。それでも、一人で住んでいる場所から実家まで、1時間もかからなかったので、実家に帰ることはなかった。なので、神田神社に行くこともなかった。地元に立ち入ることはなかったけれど、思い出すことは多くなった。一人で暮らし始めて、6年ほど経った頃、2、3日、実家に帰ることになった。その頃働いていたお店のお客さんが、立ちが悪く、だいぶしつこくされていた。教えていない携帯番号に連絡が来たり、住んでいる地域を特定されたりということが続いた。少し、疲れていた。実家で、少し気を休めるべきだと。実家で、インコのピーちゃんに癒されていると、姉が、神田神社の話を聞かせてくれた。市内の神社に、放火されるという事案が続いていて、神田神社も、その被害に遭ったと。近くに消防署があったおかげで、全焼はしなかったけれど、被害は、そこそこ大きかったらしい。私は、それはもう憤った。あんな綺麗なものを燃やそうだなんて、どうかしている。憤った後、悲しくなった。あの白さが損なわれてしまったかもしれない、という現実が辛かった。話を聞いた次の日、姉と一緒に、以前住んでいたところに行ってみることになった。駅から歩き、変わったところや、以前通りのところを見かけるたびに、ワクワクした。以前住んでいた家も、あーちゃんの家の立派さも、何も変わっていなかった。
小学校もほとんど変化がなかった。神田神社だけが変わっていた。大鳥居も御神木もそのまま。本殿もパッと見は以前通り。なのに子供の頃からあんなに焦がれ、中を見たいという欲求を阻んでいた外壁が真っ黒になっていた。外壁の一部は焼け落ちて、あんなに見たくて仕方なかった白い世界がダダ漏れだった。外壁は真っ黒だけれど、中は子供の頃見た時のままに真っ白で、変わらず綺麗だった。だからこそ悲しい。白い世界を汚す黒さが、ただただ悲しかった。あんなに見たくて仕方なかったのに、こんな見方をしたかったわけじゃない。崩れ落ちたところから、身を乗り出して中を覗き込むことは、はばかられた。まじまじと見ることは、失礼に感じたからだ。その日は、手を合わせて、帰宅した。なんとも言えない気持ちが、もやもやと広がって、なんだか、毎日がうまくいかない気がした。お客さんは、相変わらずしつこかったし、街を歩けば、犬に吠えられる。猫カフェに行けば、すべての猫に威嚇される。心が折れた。実家から通えない距離ではないし、そろそろ家も特定されそうだったので、いい機会だから実家に戻ろうかと思った。親に話すと大喜びだったので、そこからは早かった。そんなに好きな実家ではなかったけれど、戻ると決めたら一日でも早く帰りたくなった。実家に戻ってからはだいぶ気持ちも落ち着いた。神田神社はその時点でも修復はされてなかった。寄進が足りなくて修復できないままらしい。次の節句の祭りでは、寄進が集まるから、修復はその後になる、と教えてくれたのは、あーちゃんだ。話は変わるが、私は、とあるバンドが好きで、割と、全国を歩き回っている。いわゆる追っかけだ。実家に帰ってからというもの、生活に回す出費が減ったので、以前よりも遠征が多くなった。会場時間までの空き時間、会場の近くを歩き回るのが常だ。全国各地の御朱印をもらうのも好きなので、基本は、神社を見て回るようにしている。その活動の中、東北のとある県に行った。霧雨が降る中、いつも通り近くの神社に行った。寂れた神社だった。参拝客もいない神社なので、主因がない可能性が高かったけれど、一応、念のために、社務所らしき建物にお供えを入れた。おっさんが出てきた。小豆色のジャージを着たおっさんだった。おっさんは、私の顔を見ると、すごく驚いた顔をしてから、上から下まで全身を眺め回す。失礼なおっさんだった。ご主因いただけますか？うちは、そういう面倒なの、やってないんだよね。ジャージだもんな。期待してなかったのもあって、早々に立ち去ろうとすると。まあ、お茶でも飲んでいきなよ。と、軒下に置いてある木の縁台を勧められた。ジャージのおっさんにナンパされる日が来ようとは。この件が、嫌いになりそうになる。私は、相当嫌そうな顔をしていたんだと思う。おっさんは慌てて、いや、そういうんじゃなくて、と取り繕う。白い狐に心当たりはないか？神田様だ。すぐにそう思った。おっさんからもらった缶コーヒーを飲みながら、縁台で話をした。おっさんと書くには、少々失礼なので、便宜上、あずきさんとする。ここは、代々、あずきさん家が管理している神社で、一応、神職の資格は持っているけれど、本職の方がメインだから、最低限の管理しかしていない。御朱印でも始めれば、参拝客も増えて、金になるんかねえ。というあずきさんは、とっても俗っぽい人だった。それでも、神田様のことは、何一つ話してないのに、あずきさんは、神様と断定する。最初に見た時は、白い狐がやってきたと思った。よく見たら人間だったけど、神さんが来るなんて、どういうことかと混乱した。信仰しているところのお狐さんかな？私自身、特に神田神社を信仰しているわけではない。どちらかといえば、限りなく浅ましい欲求のみで、神田神社のことを思っている。執着以外で、表せる言葉が思い浮かばない。そのことも含めて、ざっとあずきさんに説明した。子供の頃の神田神社への思い入れ、放火されたこと、焼け落ちた外壁が悲しかったこと、あの白さがどれほど美しく寂しいものなのか、私の話を聞き終えたあずきさんは、探してるんかな、とつぶやいた。君について回って犯人を探してるんじゃないかな。取り憑かれてるってことですか？そこまで大層なことじゃなくてね。社が燃えたなら修復されるまで居心地悪いだろうし、君を仮宿にしてるって状態だと思う。私、処女じゃないですよ。思ったことを口にすると、あずきさんは大爆笑した。巫女さんは、処女が務めるものだと思っていたし、生贄なんかも、基本は、生娘という知識があった。処女じゃなくとも、清廉潔白な人間が、神仏と関わるものだと。当時の仕事も、清らかなものではないし、生活は、自堕落極まりない。欲望と損得感情で整形された私に、神様がつくとは、到底信じられなかった。情を寄せたからだよ。綺麗、悲しい、寂しい、悔しいって、そのお狐さんに向けて長年情を寄せた。そこまで思われて悪く思う神さんはいない。それなら、他の神社とかにはあまり行かない方がいいんですかね？
日本の神さんは結構大雑把だから大丈夫だよ。でも大雑把で大らかだけど、基本は嫉妬深いものだから、よそに信仰を向けるのはやめた方がいいと思う。そういうもんですか。君のお狐さんは、君といろんなところに行くのを楽しんでるように思う。その時点で日本中いろいろなところに行っていた。その全てが同伴状態だったと思うと、なんだか少し恥ずかしくなってくる。あずきさんに霊感があるのか聞いてみたけれど、見えることも感じることもないよ。ただ、そう思うんだ。その感覚はあんまり疑わないようにしてるだけ。と返された。確かにあずきさんは見えるとか、そういう言葉を使っていなかった。一貫して思う、だった。会場時間が差し迫ってきたので、あずきさんとはそのあたりで別れた。別れ際、あんま深く考えずに普通に過ごすといいよ。と言われた。正直、この時点で、あずきさんの話は全く信じていなかった。神様がついていると言っても、特にいいことがあるわけでもなし。生活は底辺だ。でも、よくよく考えると、再び神田神社に行ってから地元に戻るようになった。犬猫には嫌われるようになった。そして、極めつけは、実家の P ちゃんだ。P ちゃんは、私の首と髪の間に入って寝るのが好きだったのに、実家に戻っていこう、近寄ってさえくれなくなった。愛嬌に、明確に避けられている。本当に、一緒にいるのかもしれない。信じきるわけではないけれど、極力地元を歩くようになった。地方に行くときは、初めて行く場所を回るよう心がけた。一度は行ったことある観光名所なんかも、もう一度足を運ぶようにした。季節の花や綺麗な庭園を、いろいろなものを見せたいと思った。翌年の節句祭り後、神社は修復された。昔以上に白く綺麗な外壁に、剥き出しだった白い世界はまた隠された。私は完全な霊感だ。祖父が亡くなった時も、みんな何かしら虫の知らせを感じて真夜中に起きたというのに、私だけスルーされた。何もなく一人爆睡していた。実の祖父にすらスルーされた私に、神田様との遭遇フラグが立つはずもない。姿を垣間見たとか感じたとか何かしらあれば、この覚書も盛り上がるのだろうけど、悲しいことに何もない。神田様が一緒にいることを意識して、清く正しい生活を送るようになったとか、そんなことも、かけらもない。やはり、私は底辺だった。基本は、年始、節句、ツアーが基本の流れだったので、節句祭りを見届けて、その年も、あずきさんに会った県に行くことになった。確認したくなった。社が修復されて、神田様が戻ったのかどうかを。その年のあずきさんは、エメラルドグリーンのジャージだった。社務所にお供えを入れた私を見て、まだ見つからんか。と言い放った。社には戻っていないらしい。一年前と同じ縁台に座って、神社が修復されたことを話した。簡単に見れなくなったことも寂しかったけれど、やっぱりあの白さは、覆い隠すべきだと思う。あんなに綺麗なものは、極力人の目にさらさない方が、綺麗なままでいられる気がする。そのようなことを話すと、あずきさんは、わかるわかる。と同意してくれた。女子高生のスカートと一緒だな。見えそうで見えないから、見たくなるんだよな。パンツ丸見えで歩かれると、がっかりするから。全然違う。その年は、あずきさんと、神社の金儲けについて話した。金がないと、直せない。古い神社には、人が来ない。人が来ないと、金が入らない、という負のループに、弱小神社は陥っていると愚痴られた。は、とかできるんすか？そんな便利なことできたら、この神社、大儲けしてるよ。形だけでも、ご祈祷とかすればいいじゃないですか。めんどくせよー。来年も、きっとこの神社は、詐欺れたままなんだろうと思った。次の年の夏だった。実家でグダグダしていたら、急に P ちゃんが肩に乗り、私の髪を毛づくろいしだした。珍しいこともあるもんだと思った次の瞬間、ハッとした。もういないんだ。だから、P ちゃんが寄ってきたんだ。こんな、あっさりしてるものなんだと思った。それ以外のことは、特に何も思わなかった。P ちゃんが寄ってきたこと以外、特に何も変わりはなかったから。その年のツアーでも、あずきさんの県に行った。一年ぶりに会った私の顔を見て、そうか、そうか。とつぶやいて、また缶コーヒーをくれた。いるともいないとも、あずきさんは明言しなかった。なので、社に戻ったのだと確信できた。お互い、そのことについては、一切触れなかった。あずきさんのジャージは、この年も、エメラルドグリーンだった。見つかった人間、放火犯は、どうなるのだろうという話をした。知るすべもないけれど、できれば、ひどい目に遭っているといいなと思う。神罰があるとかないとか言い出しても、水かけ論だから、そのあたりはどうでもいいけども。俺は、あると思っていた方が、人生楽しいから、そう思うことにしてるよ。と、あずきさんは返した。私も、そう思うことにした。神社を燃やすというメンタルを持った人間が、どういう人なのかはわからないけど、犯人は、家具の角に、足の小指、毎日ぶつけてればいい。
正直今も神様と一緒にいたなんてあんまり信じてない。現実世界でこんな話大声でできない。でも信じることとあると思うことはまた少し別だと思うから、そういうこともあるんだなぁと思うようになった。あんなに思い焦がれた神様に一時でも使われたのならこんなに嬉しいことはない。修復してからの節句の祭りでは拝殿奥の扉が開かれて石像が公開されるようになった。一年に一回遠くからあの白い世界を見ることができる。切り取られた白さはやっぱり綺麗で、この感覚は片思いに似てるんだとその時に気づいた。今年のツアーでもあずきさんに会った。バンドのツアー日程を調べて私が来るのを待ち構えていたあずきさんは今年は袴姿だった。ちゃんと清掃も見せとかんとな。というけれど袴の色が茶色、言葉にすると茶色としか書けないけれど、なんというか茶色と首をかしげたくなるような色だった。おっさんはセンスがない。センスのない新職は、神さんは気まぐれでわがままなもんだから、またこっそり君と全国回るかもしれないよ。と言った。そう思った方が楽しいから、そうであると思うことにする。多分、私は一生、あの白さに片思いし続けるんだと思う。そういうお話。18話目の話は、本当にいい話よね。ああ、こんな風に思える投稿主が、また素敵だよな。この動画をご覧の皆さんは、今回紹介した話の中で、どの話が印象に残りましたか？うわぁ、字が小さすぎて目がチカチカする。今回は18話あったからな。よろしければ皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。